はい、どうも、佐々木くんチャンネルです。いよいよ始まりましたね。Amazon のタイムセール祭り。今回はですね、7月の24日金曜日から、7月26日日曜日、3日間ですね、63時間限定のセールとなっておりますが、まあ、今回のセールね、まあ、いろんなものが出てきますけども、まあ、今回の動画ではですね、多分皆さんね、一番注目してるかと思いますけれども、Amazon のね、Fire タブレット。これがね、どれが出てるのかというところをね、まあ、今回の動画でご紹介していきたいと思います。はい。まずは、今回は7インチモデル、Fire 7タブレットが、なんと3980円で売られております。まあ、通常価格もね、結構お手頃なんですけども、5980円が、まあ、さらにね、2000円引き、33% オフで、現在この3日間のね、セール限定で出ております。まあ、このタブレットはですね、はい、まあ、中身はまあこれなんだけどね、まあ、非常にあのコンパクトで、まあ、お手軽なタブレットです。Amazon のね、コンテンツを楽しむのに、今必要最小限、ミニマムなスペックではありますが、それでもね、まあ、存分に楽しめるようになってます。例えば、そのプライムビデオだったり、それから Amazon プライムミュージック、それから、まあ、電子書籍のね、Kindle も、このタブレットで、楽しむことができます。まあ、他にもね、もちろん、まあ、ブラウザだったり、ゲームだったり、まあ、そういったね、あと、文章作成のソフトとかもね、そういったものも、入っております。はい。その他にですね、もう一つ出ております。はい、それがこちらです。Fire HD10。はい、こちらはですね、この Fire タブレットシリーズの、最上位モデルになりますね。価格の方はですね、まあ、通常15,980円か。こちらが5000円引きの、19,80 円で出ております。Fire HD10 はね、はい、文字通り、10インチの大きな大画面のタブレットになっております。まあ、この画面が大きいのはもちろん、これね、スピーカーもステレオになってね、まあ、より臨場感あふれるものになってます。で、中身のね、CPU とかメモリーなんかもパワーアップしておりまして、よりですね、パワフルに快適に使うことができます。まあ、僕はね、これにキーボードとかマウスと組み合わせてね、もうパソコン的なことを使ったり、パソコン的な使い方をしたりですね。あとはですね、ちょっとまあ、裏技、自己責任にはなりますが、Google Play Store をね、インストールして、Amazon のおなじみのね、アプリも使っておりますけどもね、それでもね、快適に動かすことができます。まあ、そのね、裏技的なやり方は自己責任にはなりますが、僕のね、過去動画にも出ておりますので、興味のある方はね、チェックしてみてください。はい。まあ、そんな感じですね。はい。まあ、あとですね、まあ、今回ね、この Fire タブレットね、この2つの Fire タブレットさん、はい。まあ、購入するにあたってですね、ちょっと他にもね、おすすめなものがあります。それはね、何かと言いますと、Amazon のね、プライムミュージック、アンリミテッド、それから、Amazon プライムビデオ、あ、間違えた。間違えた。Kindle Unlimited。はい。この二つがですね、初月無料で、使うことができますので、まだね、使ったことない方、この機会に使ってみてはいかがでしょうか。まあ、プライムミュージックに関してはね、まあ、曲数がね、かなり、増えます。通常の、まあ、プライム会員でも、まあ、聞くことはできますけども、それよりもね、曲のバリエーションがかなり広がりますんで、まあ、音楽をね、たくさん聴く方にとっては、まあ、お得じゃないかなと思います。通常月額、まあ、プライム会員の方で780円、一般会員の方で980円となっておりますが、まあ、どちらにしてもね、初月は無料で使うことができますので、まあ、お試しでね、今回、このタブレット買うときに入られるといいかと思います。そして何よりですね、Amazon の、Kindle Unlimited はね、かなりおすすめです。一応ね、プライム会員であれば、電子書籍はね、ある程度読むことができるんですけども、やっぱりね、電子書籍無料の部分はちょっとね、タイトルが少ないんですね。なので、本をよく読まれる方はね、まあ、今回ちょっとまあ、Kindle Unlimited、はい、初月無料ですんでね、ちょっとお試しで入ってみて、いいなと思ったらね、まあ、継続でそのまま使われればいいかなと思います。でね、あとね、もう一つね、タブレットを買うときに、同時に買っといた方がいいよというのはね、いくつかあります。まあ、タブレット買ってね、わーい、わーいと、まあ、嬉しいんだけども、やっぱりですね、保護フィルム。これはね、最初に貼った方がいいかと思います。現在、Amazon ではね、このガラスフィルムをね、結構いろいろ専用のやつを販売してますんで、まあ、そうすればですね、普通の、なんていうの、フィルムよりも、まあ、ガラスなんでね、こう、ツルツルしてますんで、この手をね、こう、動かすときもスムーズに動かすことができますので、で、もちろん、傷つきにも強くなります。
で、あとね、もう一点ですね。ストレージの拡大はした方がいいかなと思います。はい。今回、まあ、セールに出てるのは、例えばね、Fire 7タブレットだったら、16GB モデルと 32GB モデルが出てるんですね。で、16GB が3980円です。そして、32GB が5980円になってます。その差額が2000円なんですね。はい。つまり、16GB を拡大するのに2000円かかるわけですよ。だったとしたらね、これ、マイクロ SD カード、買った方が絶対お得です。32GB だったらね、まあ、1000円ぐらいで購入することができます。まあ、今回ね、紹介した商品は全部ね、動画説明欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はチェックしてみてください。つまり、まあ、16GB モデルに1000円追加するだけで、どうなりますか？48GB にもなるわけですね。まあ、これだけあれば、映画をダウンロードしてみたり、それから音楽のダウンロードもすごくできます。電子書籍もね、山ほど入れることができますので、まあ、これ、後からね、追加するってなったら、ちょっとやっぱり、初期に内部ストレージにインストールするときどうなんか、ちょっとまためんどくさいと思うんでね、最初からこういうのを買われる方が、まあ、安心ではないかなと思います。同じくですね、この Fire HD10 も、32GB が、1980円ですが、64GB にすると、はい、14,980 円だから、4,000円も上がっちゃうんだね。はい、だったらもうこれ、32GB の、カードを入れた方が、まあ、絶対お得だと思いますので、まあ、こちらでね、まあ、ストレージを拡大すればいいかなと思います。あと一つね、ちょっと説明するのも忘れてた。Fire HD10 はですね、カラーバリエーションが3色あります。3色、こちら3色ね、3色あります。僕の持ってるね、ホワイトの他に、ブラックとブルー、この3色になってますんでね、その、カラーそれぞれセールになっておりますので、興味のある方はね、チェックしてみてください。はい。でね、あと1点、まあ、もう1個あるじゃないかというふうにね、まあ、おっしゃる方もいるかと思います。そうなんです。Fire HD8 Plus もね、まあ、一応、まあ、これ、ほぼ通常価格と同じだと思うんですけれども、バックカバー付きのね、セットのやつが、ごめんなさい、ワイヤレス充電スタンドだ。ワイヤレス充電スタンド、これね、出てますね。Fire HD8 Plus と、ワイヤレス充電スタンドのセットが、16,580円のところ、14,980円って出てるんだけどね、セット価格割引みたいな感じで。これはね、通常価格からこの値段になってますし、しかもですね、今現在品切れで8月13日まで入荷しないんですよ。で、まだ購入してもすぐには手に入らないということと、あとはですね、まだこれは、8インチは買うべきではないと思います。おそらくね、この後10月に開催される、プライムデーで多分ね、HD8 プラスが出てくるんじゃないかと私は予想しておきます。なので、まあ今はね、これ、まだ手をつけない方がいいかなと思います。はい。まあそんな感じでですね、今回はこちら、ね、Fire 7と、Fire HD10。はい。こちらがですね、まあ、セールに出てたよという情報でした。まあ、うちのチャンネルではね、今後とも、Amazon のタイムセール祭りに、タイムセール祭りに関する情報をね、逐一、この3日間、発信してきたいと思っておりますので、興味のある方はね、ぜひ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。今回もね、カミカミでしたけども、また次の動画でお会いしましょう。